はい、今日はねこれから三浦の帰りですね、今回の車中泊の目的の大きな目的の一つ、座間のコストコによって1年2ヶ月ぶりの買い物をねして、帰りたいと思います。でまあね、コストコで何を買ったかみたいなね、よくねカズさんとかがやってるやつをねちょっと帰ったらやってみたいと思います。じゃあ次はコストコの前で。どっか開いてんじゃないですか。開いてませんか。どっか開いてないか。開いてないの。はい、到着しました。さあさあこれからね1年と2ヶ月ぶりのコストコ楽しんでこようかなと思います。ちょっとね入っていく前にねマスクしてお財布持ってカード持ってじゃあ行ってきます。はい、太郎社長です。はい、コストコを巡りツアー車中泊旅帰ってきました。早速ね開封動画じゃないですけど買ってきたものを、紹介していきたいと思います。ちょっと今回はね買ってきて結果おいくら万円か45,840円買ってきました。いやー1年半ぶりぐらいに行ったんでもうこう食べ物とかとりあえず買いたいものを買おうという感じでね買って予算まさに45,000円で適当に買って、840円の誤算っていうね、素晴らしき計算力というかね、偶然です。はい、じゃあねまずね何買ったかまず食べ物以外でね行きましょう。スコッチブライドのねまあこれなんか皆さんよく買うやつみたいです。除菌されてるのかなこれ。これのねスポンジ。はい。次これ何これ。これなんですかこれ。ワイドハイザー大きいです。はい。でこれ重要。ゴールドブレンド2つね、はい、そして僕が一番消費するこれスコットのねまあこれ何水色のロールこれねこれが非常に生地も強くて使いやすい。そしてこれはキッチンペーパー。これは奥さんが使用しているキッチンペーパーですね。これも綺麗になってた。これ買ってきました。はい、はい、どんどん行きましょう。そんでこれは国産ミルクブレッド。国産ミルクブレッド。ここから食べもんね。生しつけ。
からね、メインどころですよ。ロース焼肉、上でね、グリルで焼くために、これはね、小分けにして冷凍。そしてこれもアメリカンビーフの、これはこれカルビ、カルビ、そして、僕にとっての本日の目玉、これ醤油漬けいくらなんですよ、これ、ね、そして私のお弁当のお供かな、若鶏カスタード、ね、これすごいまた大量入ってるけど、ミニトマト、フルーツトマトなのかな、まだお肉が出てきました。国産豚肉細切れ、何キロぐらい、2キロぐらい、 2.8キロ。そしてこれはね、唐揚げとかに、ね、調理用の、もう今回初めて、はい、そしてシャウエッセンが大量に入っているやつ、これも僕のお弁当用意から、そしてハイローラー、本番、はい、そして最後に粉が入らなかったトイレクイックルも、ね、なんか買ってきてたので、ね、忘れちゃってたわ。それとジプロもね買ってたと。これが本日の大目玉、ロッティサリーチキンと丸鶏一匹、これね、これ今晩のご飯、これと、あ、あっちゃってる、やばい、これね、今晩のご飯、よしと、はい、以上がね、今回、1年まあ、半ぶりに行ったコストコでね、買ってきたものですね、総額4万5000円、ちょっと買いすぎちゃいましたね。半年に1回行けてればね、もうちょっと買わないで、ね、行けたかもしれないですけどね。これからお肉とかは奥さんが小分けにして冷凍すると。今回の動画はこれまでという形ですね。はい、タコ社長でした。コストコで買ってきたものを紹介でした。まあ、YouTuber らしいことをね、ちょっとやってみました。じゃあね。